増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。まあ、皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。この時間で、以前にもお話ししたと思うんですが、まあ、日本もアメリカもヨーロッパもそうなんですが、この新型コロナ、これによってですね、国民企業その他多くの、まあ、被害が出ているわけなんですね。まあ、これに対して政府はこの援助をするということで、コロナ対策費という大型予算を計上して、まあ国民企業のまあ支援をしているわけですね。まあアメリカではコロナリリーフというんですが、まあコロナ支援ということになりますか。まあこの支援の予算金額がですね、まあ大変なもんで、安倍内閣の時、まあ3月4月に非常事態宣言を出して、その後、このコロナ救援予算というんで100飛び8兆円、日本の国家予算を上回る、財政出動。アメリカの方はですね、まあ日本のお金にしまして230兆円というですね、支援をすると。まあヨーロッパも似たような支援をしているわけですね。そして、まあ日本もそうですし、アメリカの方もそうで、第一次支援の予算が使い果たされて、またつなぎをしなければいけないということで、アメリカも、民主党共和党との間でですね、いろいろまあ合意ができなくて、2020年の年末近くまでですね、かかって、そして、12月の28日ですか、トランプ大統領がやっとこの予算案にサインをして、そして、まあ、実行されるということになったんですが、これがですね、やはり日本のお金にしますと1兆円、まあ、近くなんですね。で、実はこの民主党と共和党とではこの支援の金額が大きく違ってまして、共和党の方はまあいわばこのギリギリの予算というんですかね、民主党の方はですね、大盤振る舞いっていうんですかね、2兆ドル3兆ドルというですね、そういう数字をトントンと出してくるということで、まあ共和党と、まあアメリカの場合なんですが、共和党と民主党ではですね、このコロナのこの救援、資金の規模が大きく違うということが言えますね。まあいよいよ、1月の20日からバイデン、大統領ということが、まあ、正式にですね決まって、まあ就任式ということで、バイデン政権がスタートするわけですが、そうしますとこのコロナ救済資金というのがですね、また従来の数字からですね、まあかなり跳ね上がってくるということで、2兆ドル3兆ドルということがもうすでに言われているわけですね。まあ日本もアメリカがそういう大盤振る舞いすれば日本も従わざるを得ないというようなこともあるのかもしれませんが、いずれにしてもですね、第二次コロナ救済資金というものが決まると。これがまた、まあ、半年ぐらいしますと全部使い果たされてですね、また今度は第三次ということにならざるを得ないんでしょうね。つまりその今ワクチンがどんどん配られているわけなんですが、このまあ専門家医者、まあ、こういう最近の専門家ですね
ウイルスの専門家に言わせますと、このワクチンが普及したからといってですね、急に感染が止まるとはいうもんではないらしいんですね。で、そうこうしているうちにも皆さんお聞きになったと思いますが、異変型といって、今の新型コロナとはちょっと遺伝子のこのアレンジメント、遺伝子のなんて言うんでしょうかね、組み合わせがですね、少し違った新種がですね、またこの猛威を振るいつつあるということなんですね。そうすると今のワクチンはまた効かないんで、また作り、まあ、新種に対しては新種のワクチンが必要ということになるわけですから、これいつまでたっても終わらないというようなことがですね、この見えてきているわけですね。で、そうするとこのコロナ支援というものもですね、いつまでたっても続けなきゃならないということになるわけなんですが、ものには何でも限界っていうのがありまして、救済資金といってもですね、政府は借金をしてですね、お金を集めて、そして、この予算化してるわけですから、いつまでもいつまでもですね、借金を続けるというわけにいかないんですね。コロナの問題が起きる前にもうすでにアメリカも日本もヨーロッパも財政は破綻状態だということになってるわけですから、まあ緊急事態ですからやむを得ないとは言うものの、これをいつまでも続けるというわけにはいかないということなんですが、まあポピュリズムと言いましょうか、国民の言うことは聞かなきゃいけない、国民が第一だということですから、まあ、このコロナウイルスあるいは新種というものが現れて長引けば、やはりこの支援も長引くということになると思いますね。ここで恐ろしいのはですね、国民の方あるいは企業も含めてですね、もらい癖がついてしまうということなんですよ。もう個人も企業も自分のことは自分でやるというのは基本的な責任があるわけなんですが、まあしかし災害時にはですね、まあ政府が手を差し伸べるというのは、これはまあ国家の義務でやむを得ないんですが、しかしこういう事態になるとですね、どこまでもどこまでもこの支援をするということはですね、果たして国民あるいはこのビジネス経済にとっていいのかと、ある程度やはり苦しくてもですね、国民は自分の責任でなんとか生き延びると、企業も同じようにですね、この厳しい状況をですね、これを耐え忍んでですね、なんとか自分の力でこの回復をしていくというような、そういう個人も企業も努力をすると、困った時には努力をして、そして自分の力でこの苦しみや困難な問題をですね、解決していくという、こういうですね、責任感あるいはそういう力がないとですね、個人も経済も成り立たない、というのがまあ原則だと思うんですね。ところがどうもポピュリズムというか、まあ国民第一といえばそれまでなんですが、こういうようにですね、まあ言い方は悪いですけども、垂れ流し的にですね、どこまでもどこまでも支援をしていくというと、国民も経済企業の方ももらい癖がついてしまって、まあハワイで一つの例なんですが、まあ知ってる人から聞いたんですが、会社の方でまあ出ていらっしゃいと言っても出ていかないんですね。失業保険をもらって、その上1週間600ドルもらってるとですね、会社行って勤めて給料をもらうよりもはるかにいいって言うんですね。で、しかも何もしなくていいわけですから、毎日魚釣り行ったりですね、まあ遊んでいるわけなんですよ。それで基本給の7割ぐらいもらって、その上に月じゃなくて毎週600ドルももらうということなんですね。今度第二次支援ということになるともっとなんか増えるらしいんですけども、もうこれ完全にですね、もらい癖と言ってもいいんですね。企業の方もですね、そういうその失業に
社員のに対してですね、手当が出ますし、そしてまた企業の方も無利息で、なんか5年間も無利息だかなんか知りませんが借りられるんで、まあ当座何の問題はないという、ね、なんか企業の方も個人の方もなんかもらい癖がついてしまったという感がしないでもないんですね。これが実は非常に恐ろしいことでして、不況とかそういうことを恐れるよりもさらに恐ろしいことなんですね。働く気がなくなり、会社の方もなんか何でもかんでも援助をもらう癖がついてというですね、これ人間の、まあ、これ癖なんですよ。動物も動物と同じで人間も動物ですから、こういうふうにもらい癖がついてしまうとそういうふうになってしまうというのはあながちですね、責められないんですけども、動物と違って人間は万物の霊長なんですから、まあこの辺でですね、その個人も企業も引き締めて、で政府もいつまでもいつまでも優しくしておかないで厳しいこともしなきゃいけないんじゃないかというふうに、まあ思う次第であります。